皆さん、こんにちは。今日は、ファーストチキンというファーストフードのお店のウェンディというマスコットキャラクターについて発表させていただきます。なぜこのトピックを決めたかというと、アメリカにファーストチキンで働いてたことがあるし、インターネットでキャラクターが面白い風に人気を集まってきたし、今、ウェンディは有名なキャラクターになっているんだからです。自分ももっと知りたいというわけで情報を調べて集まってきたんです。ご発表いたします。ファーストチキンの歴史において、元にデイブ・トマスという創設者がウェンディ・モースという娘のイメージのように、このマスコットを考えて描いたと言われています。元にそのイメージは可愛くて純でした。しかし、ツイッターマネージャーは2か3年間に官僚的な返事ということにずっとなっていたが、お客さんのバカな口の悪いつぶやきに少し怒っていて、2017年に面白い返事してしまいました。この皮肉のようなつぶやきは大変化になってきました。その後にツイッターフォロワーが数多くなってしまって、今までもそういう生意気な風に返事のことを続けています。またネットミームのファンドムになって、ファンによって新しいイメージが作られました。ご覧ください。その上、ファーストチキンのお店はラップのミックステープもテレビゲームのキャラクタースキンも作られてきました。とても面白いと思って、ぜひ見てみてくださいね。そこまでで、ご清聴ありがとうございました。以上です。